お、出た。あの、出たぞ。よっしゃー。よっしゃー。よっしゃー。食った。スローで食った。その辺移していきます。はい、お、来た来た。ほら、ほら、これこれ。さあ、来ました。干潟。いやー。これ食ってるやつ、ね、またいいでしょうね。何とも言えない地合いで、俺たちが探せるんで地合いになるっていう。すごいすごいすごい。でライト消しちゃうと平和が訪れる。鈴木とこの城。あ、今なんかでかいのがいた。鈴木じゃない。食われてる。パコンとか。ちょっとちっちゃい今年。いやでかいのもねいるんですけど、ここはいつも通りのサイズじゃないですか、うんうん、いい方だと思います。かなりでいい方だと思う。サイズは20センチ前後ぐらい。さあ釣っちゃいましょうよ。なんか今ね、俺らが入ってきた瞬間何発ぐらい出たかな。結構出た、4、5発は出たと思います。バーンバーンって数日前の状況だと、うん、これでエンジン切ってさ、いっぱいいるってやるじゃん。全然わからない誰っつってもう一回入り直すじゃん。とまたバカンバカンって食われて、もしかして地合い作ってんの俺みたいな。間違いない。でも大野さんならきっとやってくれると思って。もうわけのわかんないプレッシャーだけくれるんですよね。さあやりましょう。じゃあ今日はトップとか持ってきたんだよな。糸を結び替えます。あ、どうぞ。直します。さあポイントつきました。今この城のね群れ見てもらったように、でも今平和になったけどいるはずなんで、ちょっとね数日前のリベンジを俺兼ねてアルゴの160でトップでガチャガチャやったらどうなのかなって。小野さんはライン結び直し中です。さっきね勝ち背回りだったんで、狙いどころは特にない。特にないです。地形変化はほぼちょっとずつこう呼ぶがありながら 1.2 から1.4 みたいな感じ。もう浜さんのアルゴのあれ見ちゃってからさ、もうアルゴばっかり投げてるの俺。俺が影響されてどうすんだと思ったんだよ。楽しくてさ、そう、また出方がかっこいいな。あの展開が良かったです。を食べようとしてるし、まあてか普通に食ってるよね。まあ実際は食い損ねも多いの多分ね。あのバコーンって出てるの全部が全部食えてはないよね。ですね。この城もバカじゃないんで、食われる瞬間あの反転してすぐ口の横とかで逃れんの。まとめて食えるようなサイズでもないし、うん、ルアーは、あ、ルアーはですね今メガバンクです。メガバンクメガバンク、あ、メガバンクね。あの水砲ってことじゃなくてね。そうです。何センチ？バンクのガルバストロングと一緒なんで12センチの、今45グラムぐらいでテスト中です。あ、でやっぱ表層引けるんだ。そうですね。そんなにすごい潜るかというとそこまでめちゃくちゃ潜るわけではないです。だからこれダメです。潜らせると、うん、あの出たじゃん回収ヒット回収ミノーアクションで食いましたね。ねえシューってゴマーって水面トップだったね。すごい大丈夫。でサイズ的にはどうですか。サイズ的にはどうなんでしょう。70 めっちゃ元気だ。なんでこんな、この城じゃないのも食ってんのかな。おーおーおー、すくいづらい。よいしょ。あ、なんかさっきのと違って軽い、太いのに軽い。食えてないんか。食えてないですね。あ、でも1匹ぐらいは入ってっかも。よいしょ。あ、でもすごい太鼓だ。すごいじゃん。メガバンク一等で。メガバンクはですね、本当バンクをまんま踏襲してるんで、うん、早巻きするとミノアクションに変わります。うーん、それで今食ったんですね。早巻きが答えだったか。バンクもね回収中によく食うんですけど、80はなさそうね。ナイス。70ちょいぐらいですね。まあ、一応測って、動画でも初めてかもしれない。お、初登場、嬉しい。これはねシーバスフェスタに
初めて参考展示させてもらったんですけど、アングラーの皆さんの食いつきが非常に良かった展示ルアーの一つです。サッチチャンネルでこうやってスクープが写真スクープですね、これはスクープが撮れるようになって嬉しいな、出世したな、はい、チーズ。あ、全然70ギリギリある、ギリギリ70じゃすごい太いね、太いね。えい、メガバンクでした。こんな感じですよ、たぶん。まさかこれが答えだったとは。見たい、見たい。どんな動き？さっきのこの後ろまで。あー、ほんとだ。あ、オブリングっぽくなるんだ。ブレブレブレって。それに出たんだ。これで出ましたね。なるほど、これでスイッチが入ったっていう。この城が引っかかったかなと思ったんですけど違った。早巻きするとミノになるので私はあんまり意味が分かる。おっしゃー、食った、スローで食った。今俺の頭の中にプロ野球ニュースの今日のホームランの音楽がかかった。テレテッテレー、うお、いいえ、どうだ、今日一だな、今日一エラーライ入ったんじゃない、どうだ、あーどうかな。絶妙、絶妙に、でもパワフルだね。今スロー、今スローですね。エンジンだけ、あ、でかいな、うう、痛い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 、よっしゃー出たーランカーやったー、よっしゃー、ありがとうございます、でっけー出たー、おー、すごい、よっしゃよっしゃ、これはすごい、いや、いいんじゃないか、また真っ白な、すごい、真っ白だ、きれい、吐くの、吐く、よっしゃ、ありがとうございます、いい色は作ったじゃないか。しかもこれファーストサンプルなんですよ。奇跡的に。すごい。バンクを作ったところで作ってるんで、もうね慣れてるんでね。すごいです。もう一発で出してくれる。ファーストサンプルで完成とか。いや、もうほぼ完成なんですよ。マジで。ダメルアの道を歩むね。そうなんです。いや、今すごいバカっぽいこと言ってすごいランカーって大きい腹痛が痛いぐらいのすごいやつ、腹痛が痛いぐらい、いや、さっきの魚でも大きいなと思って見てる、でっか、いったね、いったね、はまず測ろう、あ、でも81、なんかもっと長い、81でもランカーはランカー、おめでとう、大野さん初ランカーでございます、やったー、いやーすごいです、すごい、ありがとうございます、やった、移動が大正解だったね。いやー、綺麗。いけるか。いきます。おめでとう、81。まだあるかな。まだある。これはまだ伸ばしたよね、まだいけそうですね、小野さんランカーつってもらったんで発表しますが、この秋は皆さん絶好調で、久保田浜さん92、久保さんが90、5ぐらい、
で、レッドが89出したんで、いや、なかなか大変ですね。頑張りましょう、いちゃいましょう。でも全員ランカーってすごくない？すごい、すごくない？すごいんですよ。ちょっとプレッシャーになるかなと思って言わなかったんだけど、そういえばそうです。今回この秋全員ランカーシーバス狙ってみた企画、全員ランカー、すごい。俺も釣ってんのに毎回越されてくもんね。すごいサイズ。浜さんとじぐらいか、1センチ。いやー、表層デッドスロー、なんでだ、ちょっと潜ってますね。3日前はまるで食わなかったのに。多分6、70ぐらいは入ってると思う。あ、それぐらいレンジを入れて、はい、いや、トップで出す。いや、おめでとうございます。1投目のは完全にまぐれですね。早巻きびっくりバイトだったんだよね。スイーツが美味しい展開だな。もう、そうですね。いつスイーツにしてもいいぐらいだけど。ここの時代長いパターンだね。ここ水の流れ関係ないんで、もう下げの後半、あとちょっとでさ干潮で上げてくるまでが、あと3時間ぐらいずっと地合いだと思って、良くなってくると思って。だからスイーツが朝3時とかなってもいいですかみたいな。お家送るんでみたいな。しょうがない、しょうがないって。まだ9時ですけど。あ、まだ9時か。9時、完全にベイトについてるやつですもんね、うん、よくこの流れの無の感じで出たなと思う。そう、なんかね、無の方で出るんだよね。特に今年は流れの中打っていくと出る年もあったりして、もう今年は流れの方行くとこの城がいなくて、この無の一番逆にいなさそうなさ、どん詰まりにどっかりいて、あ、ここにいたんだみたいな感じで。 1.7 メートルですよ、うん、浅い、めっちゃ浅い、まあ、俺と雪が今飛び込んだら最後は頭がちょぽんってなるぐらい、足ついた瞬間にちょぽんってちょうどつむじがちょっと出るぐらい。だからジャンプしながら息が違う。あの子供の時のあのプールのケンジャンプしながら息継ぎ状態。もうすげえ、二頭であの魚が出たってすげえ。すごいね。いやで、太かったし、あの白さがかっこいいね。そうですね。干潟のね、魚って感じで。そうだね。ね、秋は太いから。太いだけど。なおさら。ああいう白い魚かっこいいんだよ。あの背についてないの。おお。あ、俺に出たけど。アルゴ乗ってくれなかった。黒いとこについてるスズキは背中が黒くなんだけど、砂の中とかサーフで釣れるスズキなんかやって白いんだよね。だから彼は干潟の中を回遊してる。結城と毎年行く干潟行ってないんで、今年まだ。これからじゃないですか。これからかね。え、まあ、でも今ぐらいですよね。本当はな、次の潮で忙しくて数は出ないけどみたいな、うんうん、あそこだけぐらいじゃない、俺と雪が本当に本気で釣りする。あ、ですね。なんだろう、その瞬間だけもうお互い遠慮なしの。どっちも本気で取り行ってるもんね。本当一瞬たりとものんびりできないの。できない。試合40分かな、30分、本当に釣れるの30分で。だからもうなんかちょっとしたなんか茶化した話なんかしてる余裕なくて、70代の写真も撮れないぐらい。写真撮ってくださいって言えない雰囲気が、そういうお互い出てる。いや、俺多分一番好きな釣り場の一つだな。なかなか何十年のキャリアで出会った、大抵釣れないんだけどね、たまにハマんの。たまにハマった時のね、あの爆発力が、爆発力、だからおかっぱりなのにさっきのボッコボコ感が30分ぐらい続く。ただ2人とかで行けばどっちかが90近いの1本かに取るんだよね。だから絶対俺がと思ってるじゃん。間違いないですね。もう誰と言っても目の色変わってるんで。でもそんだけの実績も出てて、で30分ぐらい経つと突然シーンってこう、なんだろう、音はしないけど分かるよね。あ、終わった、終わった。なんでか、なんだ、緩む、うん、緩むですね、うん、あ、もうないなって。
でみんな諦めずやるじゃん。で、まあ、20分ぐらいかな、さすがにずっと行ってるから毎年20分ぐらいするとなんかみんなね、しずしず岸に戻ってくるって感じで。今年ハプニング満載で、あ、それこそ3日前ここでやってて、ああ絶対ゆっくり回したらボーンって出て、おしゃーっつってやってたらなぜか糸が上がっていって、お察しの通りすごい展開が取れた。ペリカンみたいなやつですか？あ、じゃなくて普通のカモメだったんだけど、おー、鳥が食ってやば、おしゃーっつって合わせたらなぜか糸が上がっていって、なんだなんだなんだって、鳥かよみたいな。夜怖いですね。でも YouTube やってると、昔はただの迷惑じゃん、 LINE 傷つくし、でも YouTube やってると美味しいなぁと。さあやりましょう。じゃあ行きましょう。水深60センチです。めっちゃ浅いと思った通りで。ここは飛び込んだらこの辺ですね。ほら、さっき一発出たんだ。頑張れ、トップ。やっぱ有機の釣りも変わった？やっぱり、新しいルアーを作るたびに多分変わってると思います、微妙に。やっぱ20代の時プロデュースしたルアーなんかはちょっと手が伸びなくなったりしてる？手が伸びないというよりなんか、まあ、広がってってますよね、やっぱり釣り方もポイントもタイミングも、新しく作ったルアーがあることで今までスルーしてたポイントがポイントになったりとか、ガルバストロングなんかが本当にいい例で、それが今楽しくて結構変な時間帯に行ったり、潮が全然動かない時でも出ちゃったりするから、なんか面白いなと思って、今までだったら絶対この日行かないだろうっていう日に行って出て出たりとか。そうですね、ユーザーにも結構それは伝わってる、伝えられてる？いや、伝わないと思います。まだそこは課題なんだ。そうですね、やっぱ時間はかかると思います。目にしか見えない世界ってやつです。やっぱ既存のルアーじゃダメなんですね。まあやっぱちょっとずつ変わっていくよね。そう、海も変わっていくんで間違いなく変わってると思う。いいルアーは常にいいの、大体。だけどその爆発的に釣れるルアーってあるんだよね、年ごとに。そういうルアーはね、やっぱ数年経つとダメになるもんね。だからやっぱその時の食性とか食ってるもんとかで、だから鈴木釣りにブレードルアーって言って、あのくるくる回るあのルアーが登場してきた時も凄まじい釣り方してたんだけど、そうですね、今あんなには釣れないもんね。そうなんですよ、未だに強いけどあんな風にはいかないし、まあ、パターンだよな。だからこの白パターンなんかもこの数年すごいけど、じゃあ10年後これが相変わらず強いかって言ったら多分なくなってたり、そういうなんか鈴木釣りもパターンがあるんだよね、その年その年の。東京湾はね比較的安定してんだけど、なんか地方なんか行くと河口のこの時期のこの白のこのパターンっつって3年から5年ぐらい盛り上がって終わっちゃうの。だから地方行ってね、ローカルのアングラーと話すと、それ思い出話で聞くよね、なんかここがすごかったんですよみたいな感じで、もうそんな釣りがもうできなくなっちゃってみたいな。そうそう、でじゃあ その単に資源が減ってダメだったのかっていうと、そうじゃなくて全然違うところでまた新しい爆裂パターンが毎年生まれてて、だからやっぱ柔軟に対応していかないとダメだね。去年これで入れぐったからってやってるとある年から釣れない人になっちゃう。この野郎にちょっと紫外線を当てて、ちょっとライト消してみる。すげえ、視認性は世界トップレベルだぜ。これすごいね、あのワームまで光るの、ほら。中のボディも光るし、ワームも光るの。ワーム自体も光ってる。そうそうそう。へえ。でクリア。反射してとかじゃなくて。うん、でクリアの。流れ星にみたいに見えるから見てて。ほら。笑っちゃうでしょ。あ、流れ星って。多分あの辺のカップルが言いそうな。何かお願いしなくちゃ。釣れないかな。
流れ星っぽかったな。この水中が水中相当キモいけどね。なんじゃこりゃみたいな。不気味に光ってこんな光って食うのかって思ったら、この間ほんと数頭で釣れて、関係ないんですね。隠し持ったこんだけ光ってても食う。こんな光ってるこの城見たことないはずだけど、さすがに光ってたら食わなさそうな気もするけどね。まあ、でも夜行中の時、ベイト走ったら光るから、それ食ってるぐらいだから、そうだね、気にしないんじゃないですかね。水中はキモいです、水中は。色に対する考え方変わった？いやー、そんな変わってないですね。まあ、何でも OK みたいな。まあ何でも OK なんだけど、まあ、もちろん好きな、自分がついつい使いがちな好きな色はあるけど、何でも OK ですね。同じくなんだよね。ここはずっと変わんないんだね。じゃあ、だって釣れば釣るほど分かんなくなるんで。そうだね。それこそプロととかさ、もう何もないやつが来るじゃん、一番最初。それでも普通に釣れるもんな。釣れる。ロケとかでね、釣れなかったりするとさ、そういう時に助けてくれたカラーとかあるじゃん。はいはい。そういうのに頼ったりするけど、じゃなくても釣れるんだろうなって。なんだこの、このラインは全く当たんないね。この城ばっかりですか。一回スイッチ入れないといけないんじゃないですか。捕食音を出しましょう。捕食音いけ。そういうこと。この野郎は平べったいんで、ビターンってやると破裂音すごいんで、多分 100m ぐらいまでのスズキは誰か食ってるぞみたいな。あ、いる。ちょっと深い側かな。ちょっとずれてる。そうっすね。まあ、点在してんだよね。まさか月が出てきたら釣れなくなるみたいな。満月釣れない説とか。まあでもちょっと釣り方は変わると思う、多分。今日の晴れ具合と今日の満月だったら、雪みたいに沈めると食うとか、早巻きだと食うとか、闇夜だとデッドスローで水面もこもこやってると食うとかはあると思うな。でこんぐらいいい満月だと、スズキぐらい目がいい魚は昼まで行かないけどそれなりに見えるから、夜のうちにバカバカ食うので、お腹いっぱいで昼間ほぼ寝てたりして、逆に昼間全然釣れなかったりする。おーおーおー、乗らない。あ、でも水面直下なんだ。あ、今エアラコブラのなんか160ぐらいのやつ。ポッパーです。ポッパーか、トップか、出ましたね。やっぱいるんだな。だからなんかいまいちタラ巻きとか反応しないんだよな。お、で、あれ、あ、抜けた。その辺か。なんかジャボジャボやった方がいいですね。アルゴなんだな。アルゴにしようかな。モンスタースライダーにしてみる。スライダー。この類はね、ちょっと離れると分かんなくなるよね。この類のこのカラーは本当に分かんない。うん、隣に人がこういうの投げてると4つぐらいの候補が頭に浮かぶんだけど、聞かないと分かんないレベル。あ、でも音聞けば分かるかな。動かしてみれば。あれあれ、俺さっきモンスタースライダー投げてたかな。あれ、どうだったっけ。アルゴって言ってたけど、この音だよ。あれ、俺どっちだったかな。オンエア見ないと分かんないだよね。アルゴさんもあります。アルゴさん、アルゴさん。ああ、いや、多分その色じゃなかったね。はい、さっきアルゴだと思ってモンスラ投げてましたからね。
発売時期まで一緒だったの。お一緒だからっつってなんか同じ船で一緒に撮影してたよ。なんか面白いことやってるなと思って見たんで。よしだ、いい音したね、ボハッつって。あの音がいいっすね。音がたまんねえな。あの音が聞きたくてみたいな。あ、逃げ惑ってるこの城が。おお、でかいでかいでかい。いいね。70後半ぐらいあるかな。いいっすね。あ、テールフックだ。あ、おお、抜けちゃった。テールフック。いい感じ。すごいね。どんなアクションになってるの。まあ、本当首振りですね。ロックオークですね。うんうん、大きいで強めに。いや、大してあ、こんな、そんな感じ。あんまりこう早くやんないで、うん、割とスローテンポですね。ほうほう、スライダー系じゃダメよ。まさかこんな静かで暖かい夜になるとは。ね、寒くない。うん、本当もうそろそろなんかコーヒーにしないみたいな感じになっちゃうぐらい寒くなるのかなと思って。そうだね。全然スイーツ日和じゃない。スイーツ日和。スイーツ。春さ、雪が出てからさ、俺食べっ子動物が世の中にこんなに浸透してるとは思わなかったよ。やばいでしょう。なんか下手したらスマホ並みに普及してるよね。そうなんですよ。いろんな人がさ、普通にお菓子買ってたりするとさ、とか全然知らない人がレジで前並んでたりするとさ、入ってるよね。食べっ子動物入ってるよみたいな。それまで自分の人生に他の字もなかったから。へえ、こんなに大人気ですもん。いきなり人気が出た。いや、多分ここ5年ぐらい、多分スタッフが頑張っただと思うんですよ。なるほど、ね、プロモーションを、うんうん、クッションとかもあるもんね。そんでさ、そうやって前の人のカゴでさ、食べ子動物だとか思った、うん、次の本当1、2週もしないうちに今度子供とコンビニ行ってさ、お菓子1個いいよっつったら食べ子動物とか持ってくんだよね。そんなだったみたいな。いや、多分めちゃめちゃプロモーション頑張ったなと思うんですよ。確かにマーケティングの勝利だ、すごいな。私もあれからロケの時にそうであげてるじゃないですか。、うん、そしたら何人かの人が食べ物を取りましたって教えてくれるよね。そう、あれ以降カナオは常に食べっ子動物だったから。シミチョコがね、美味しいですよ。美味しいんだよね、止まらないのよ。あ、でも俺も熊本の賞でも品川の賞でももらったよ、食べ子供。あの全部シミチョコ、長さん食べてくださいみたいな。レアなのあれは。うん、最近だいぶ買えるようになった、普及してるけど、うん、何年か前はレアだった。あ、そう、何年か前。置いてあるスーパーとそうじゃないスーパーがね、うん、結構分かれてて、まだレアな方だったと思う。今年に入ってもどこでも買えるかなぐらい。世の中の変化は早いよ。お菓子 3.0 ってぐらい早いな。進化がついていけない。まさか食べっ子動物がそんな普及してたなんて、ね、熊本ではめっちゃドーナツ棒もらいましたけどね。あ、もらったもらったもらった。面白いの、ファンの人ってこうやっぱ限られた発信で、あ、この人はこれが好きなんだってね、知ってくれるから。一番面白いなと思ったのは藤沢さん、邪道の赤服が好きなんだよ、こう三重の伊勢志摩伊勢神宮の。だからすごいよね。日曜日の夜赤服屋になってる子。確かに。でやっぱりせっかくいただいたから全部食べないとって言うんだけど、この絶対こんな食べたら体に悪いですよって。もう一個一個美味しいしさ、いいんだけど、あ、何箱、30箱以上あるよね、うん、すごいと思う。30箱ぐらい。本当に悪いからですね、自分で食べるって言って、本当に糖尿病になって死なないでくださいよって言いたくなるとか言っちゃうぐらい。でもみんな持ち帰ってね、食べてるようですよ、2日ほどで。2日、あ、賞味期限が短いんだよね。短い、だからなんか2日で食べないとって言って。でもそれをさ、ありがとうございましたってあげるじゃん、だから翌年さらに増えるみたいな。
難しい。不思議なことになんか、うん、飲んじゃう。飲み物かい。飲み物だって人がいるよ、赤福が。飲み物熊本といえば何ですか、やっぱ。熊本馬刺し、あとはからしれんこん。でもからしれんこん違うじゃないですか、ちょっと、うん、自分の中ではドーナツ棒なんですよね。ドーナツ棒美味しい、美味しい。めっちゃもううち家族中大好きだ。だからもらったんだ、あの春のゆうきのあの動画でそれこうもらったんだな。この間ももらったの、先月熊本行った時も。だけどお忙しで昼飯誰も食えなかったの、スタッフ全員。だからとっさにあって思い出してドーナツ棒開けてドーナツ棒となんかシュークリームと差し入れが結構いただいてたんで、これ食べてっつってやったらもうみんな速攻ナイスカロリーみたいな感じで、うん、一瞬で消費されててありがとうございます。いや結構やっぱ帰り空港で俺ドーナツ棒買って帰っちゃうもん。あの普通のドーナツ丸々1個食べるよりなんか軽くてちょうどいい、うん、なんか美味しいポジション全部取ってくるな、うなぎとか。でその熊本のステージの時にトークショーの時にドーナツ棒を食べる人ってつってなんか手あげてみてくださいみたいな感じだったらやっぱ結構女の人とか大好きっぽいですよ、うんうん、聞いてるやっぱ熊本といえばドーナツ棒ですよねみたいな感じで女の人がだいぶ頷いてて食べますよねつって。熊本は女の子いっぱいいたね。多かったですね。若い女性がいっぱいいて相方連れが大半だったけどカップルとか夫婦でやってる人がいっぱいいた。増えたよね、女性のシバスアムが、ね、増えましたね。品川でも多かったけど全く船が動かなくなったと思わない。全くですね、景色が変わらない。多分もうちょっとこうせめて回転してくれればいいのにな。ちょっとだけ動いてくれ。いるなぁ。わぁいっぱいいるいっぱいいる。わぁその日いっぱいいるじゃん。来た来た来た。群れ群れ。まあもう別にあのもともといるんだけどね、さっきもいたんだけど、こうやってエンジンかかったり船が動くと逃げ出すから、ああやって秩序が乱れるとああやって集まってね。ずっとゆっくり走りながら引っ張ってたら釣れるんかな。あっちの船そんな感じですもんね確かにずっと走ってるね、うん、すごいこの城ゴツゴツですか、うん、あこれがめちゃくちゃうまいらしいんだよあの工藤さん、工藤さんがまさにここでこの間この城を何匹か網ですくってスジメで食ってみたのだって、まさに昨日、うん、それめちゃくちゃうまいっつって、あの人は舌確かなんで、えそんなうまいんだと思って、東京ワンシューしなかったっつったら全然しないっつって、マジかっつって、で週末釣り親父でこの城を取りに来ようぜっつって盛り上がって九州で何度も食べたことあるけど、うんうん、もう普通に美味しいですよね。さすがに、ね、この辺のはねちょっとこの辺の水の匂いが移ってて臭いんじゃないかなと思ってたんだけどそんなことないらしい。へえ、いやそれでもいいやって、それでもいいや、まあずっといるわけじゃなくてこの城もどっかからともなくね、うん、秋になると9月下旬になるとバッてやってくるの。だからまあずっと一年中いるわけじゃないから、なんだろう、網の時期、バチの時期、真夏はなんかずっといるっすよね、うん、うんうん、あれ同じのがいるんかね。いや入れ替わってると思う。夏のやつとかクソでかいじゃないですか35センチみたいな、うんうん、引っかかってくるのがね、それとはなんか秋に入ってくの違うからフレッシュな感じがしますけど。入れ替わってんだろうな。満潮が23時19分行ってみる。あの一番下、まだ水深的には大丈夫そう。大丈夫、行きましょう。じゃあ移動します。はい、じゃあ移動してきました。でここは大河口です。水深1メーターしかないとこを最後川の流れがそぼそと払い出す。干潮まであと1時間なんで最後の下げだね。で今までいなかったこの城がドカっているんでもしかしてすごいことになるかもしれない。メガバンクでいきます。メガバンクで私が流れがどれぐらい残ってるか分かんないんで、うんうん、ちょっとチェック150ガテラ。もうリオン座だ、冬の星座だね。空きれいと思ってると空が上げながら
したことがない。止まると思う。普通落ちるから。上見て歩いたら穴に落ちるから。ほら普通の人はさ、穴のあるところは歩かないでしょ。穴のあるとこ歩いてごらんよ。落ちるよ。だからそういう時は上を見ない。うんうん、うんうんうん、そっちに反応した。何色ぐらいあるんですか？10色です。おめっちゃある。模様は？模様のあるやつもあるし、ないやつもあるし。そんなに遊ばないよね。そうですね、まあ、最初なんで。あ、最初なんだ、ね、はい。ピンクないな、そういえば。でも夜はとりあえず迷ったらハッピーレモン。うんうん、黄色の最初に結城が有名にしたカラーじゃないかな、ハッピーレモンね。そうです。多分小野結城カラーっつったらハッピーレモンだと思う。間違いない。今から十何年前、またそれが一つのルアーの中でもダントツで人気で、うんうん、2番目の色と違うか、倍ぐらいの差をつける時もある。それがいろんな問題を引き起こして俺にとばっちりが来たこともある。お餌です。おのっちゃん美味しいらしいよ。すじめにすると美味しいらしいよ。もうちょい下かな、背の向こう側のちょっと深いところも気になりますけどね。そこ擦ります？今の巻き方だと触ってないけど、落ちたところで80センチとかじゃないかな。1メーターなの。竿突っ込んだらつきますかね。うん、全然。おい、ちょっと折れるとこだ。じゃあ、まだ勢いで入ったから。本当不思議。だってめっちゃね、大海原でこの辺まで行くのかなと思ったら全然手前でブスって誘った。ね、ここだから。うん、あっさい。こんなもん。あの、おへそぐらい。おへそです、俺たちの。お腹減ってきたな。あと30分で干潮、潮止まりなんで。おお。そしたら終わりにしてスイーツ食べましょう。何気に3回目だから視聴者の人も楽しみにしてんじゃないかな。スイーツタイム。だって1回目のジャンポール・エヴァンだって絶対売り上げ上がったと思うんだよ。でも俺の奥さんも何かあればあっち行くと買ってくるようになったし。あれよかった。一度ボート乗る前にね、お歳暮かなんかでいただいた時感動して、それ以来行けば買うって人なんですから絶対貢献してるはず。尾の池のウェアにジャンポール・エヴァンと入る日が入る日を業界初の目指して。初のショコラティエスポンサー。まあ、今日は1個のケーキとしてはジャンポールエヴァンより高級なやつを持ってたんで。へー、すげえ楽しみ。ケーキだ。ケーキ楽しみ。まあ、ちょっとボリュームもジャンポールエヴァンよりありますけど、あの船の上ではちょっと食いづらいのを持ってきてしまったんで。頑張って食べてください。春今度うな重やろうよ。うな重、うな重の会は必要ですね。うな重、まあ雪とかがね、各地で食ううなぎにはかなわないけど、ここでちゃんとうなぎを炙って、あーすごい、自分たちで、自分たちで炙ってうな重にして食うみたいな。いいですね。絶対美味しいよ。ここで撮影してる間チャリさんに来てもらって前でうな重作っといてもらう。うな重係。うな重係。チャリさんにはね、なんかご褒美を用意しないと。さすがに悪いけど、銀座の美味しいカップを一回連れてくからって言えば全然やってくれると思う。でもさ、基本風上がこっちなのね、選手なの。だから匂いに我慢できなくなる。いや、それはありえるな。釣りなんだよね。ちょっと集中できなくなるかもしれない。
あの匂いしてきたら釣りなんかできないよね。もう早く食べようぜってなっちゃう。リトリーブスピードがちょっと上がっちゃうかも。ほんといい匂いだもんな。もう先週宮崎でシーバスジャーニーのロケしてたんだけど、はい、入った日に大野幸がインスタでうなぎあげたんだよ。多分誰かと一緒に、あ、ひとしくんだったかな、ロケ。あー、はいはい。あれね、うなぎじゃなくて、うん、アナゴなんです。アナゴなんだあれ。そう。いやー、もうほんとうな重にしか見えないんですけど。いや、そうなんだ。アナゴ重なんですよあれ。うわ、うまそうと思って、俺は次の日行ってインスタに大野勇気には負けないってあげたんで、めちゃくちゃいいねついてて、コメントも負けてませんみたいな。なぜかうなぎで張り合う。でもアナゴだった。アナゴだった。あ、でもね、宮崎で一番 Google マップで評点高かったとこ行ったの。本当にうまかった。一緒に食ったあの鹿児島のあれをちょっと彷彿させる、はいはいはい、マジっすか。いや、あっちの方の焼き方がいいんだろうね。あ、これだよなっていう感じだったよ。あ、これは勇気に教えてあげないとって思って。なんかこの間明治8年創業のうなぎ屋さん行った、うん、そこもまあまあ美味しかったですね。何県？どこ行ったんだっけ。行きすぎててわからない。最近どこに行ったっけ。何前さだ。ロケ行ったらほぼ食ってるもんね。で、秋はロケ連チャンだからさ、ゆうきのインスタ見てると、まあ、4日に1回ぐらい上がってるもん、ね、だから、うなぎの投稿し忘れがいくつかある。し忘れ。それあげたの、明治8年のはアップしました。じゃあ、やっぱちゃんと印象残る。どこだったっけな。毎回うなぎトーク。あ、でもこの間、子供の運動会にお弁当何持っていこうかなと思って、うな重じゃちょっとやりすぎ感出ちゃうでしょ。だからうなぎを買ってきて家で焼いておにぎりにして持ってった。うなぎおにぎり。そう、炊いたご飯にうなぎのタレまぶして一回かき混ぜて、うんうん、タレご飯を作ってそこにうなぎをインするんですよ。それうまいわ。めっちゃうまい。5個ぐらい食える。あれは俺は長崎の島原半島の白石ってとこだな。自分の人生一枚唐揚げ、あのカロリー断食絶賛の。俺も行ったとこかな。あ、行ったと思うな、はい、なんか公民館みたいな。そう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 、一見そんな建物、はい、よし。あ、出た。さあ出た。どうだ。もう一回上だったね。上ですね。水面ギリギリ。やっぱ上はポシュッって。さあさあさあ。さあさあさあ。相当ダウンだったな。おお、なんか重量感あるね。ああ、でもないか。うん、60ちょっと。ああ、70ある。そうですね。70ある。おいや、うまいうまいうまいっす。おっきいね。てか太鼓すごいね。すごい。うわ。すごい。ブリブリ。土手って出てきたもんね。土手って出てきました。土手。何この太さ。これなんか重さで言ったら勢いと違う。うん、そんな勢いだ。ね、サイズ的には8じゃない。ないっすね。なさそうだな。75とか4とかないんじゃないかな。あ、73、4。あ、73、4ぐらいか。太い太い。これはガルバストロングですね。水面ギリギリだったんで。太い。お腹いっぱい入ってんな、この城。これだいぶ食ってますね、はい。重たい。じゃあ写真。重そう。これ重い。これ重いわ。はい、オッケー。いいね。遠いね。これだ。いや、いい感じに仕上がってきましたね。スイーツに向けて。80も一応出たし。
痛い痛い痛い、はあ、いい出方したんですけどね。重量感はすごかった。そうだね、合わせて動かないぐらいだったもんね。あー飛んだかった飛んだかった。流れ当ててった方が食いそうだ、ね、うん。ルアー先行で強めの波動出して、いや鳥が来て、怖っ、来て鳥が、あれでかいな、待ってるよ、探してるよ、やべえ、鳥目じゃないんだって。鳥目、そう鳥目とか言うけど関係ないですよね。この城とか捕まえたくて飛び回ってんだよね。この間水面もこもこやってたらね、いきなり鳥が食ってきたし、まあ、てかいっぱい来て、なんかいっぱい集まってきてない、やばい、絶対有機のルアーを見てるよね。あれ夜でもこんな、そう意外と見えてんだよね。あれウじゃん、ウちょっとでかいよね、ウかね、カモメだ、白っぽいもんな。カモメだ、首長くない。なんかごま油の匂いがしない。そっちだ。ホテルだな、ホテルの中華料理コーナーから。ごま団子でもあげてんじゃないですか。でも冬は空気が乾燥してて風が強かったりするから、食品工場の匂いがすごい届きやすいの、遠くまで。夏と違って上に行かないで下に来るんで、次の日型だとパン工場の匂いがする。深夜何時ぐらい、12時ぐらいからしますよね。あ、そうですねめっちゃいいじゃん、12時ぐらいにまさにパン焼いてる匂いがするので、ね、まあ多分山崎製パンだったから、だから連続で焼くじゃん、だからもう超濃厚なのがさ、ずっと匂うからさ。あ、でも食べられるわけじゃないけど、明日パン食おうって思って帰るパンの匂いの中でもあの一番いい状態のフレッシュな、焼けた直後の匂いだから最高にうまい。東京湾はいろんな匂いがして面白い。その匂いで風向きが分かってくるもんね、ベテランになってくるとよし、あー抜けた、残念。羽田空港に着陸した飛行機が降りた時かな、タイヤがさ、ゴムタイヤが多分止まった状態から着陸した瞬間めちゃくちゃ多分擦れるんだよね、あのゴムの何とも言えない焼け焦げたのが。南西風の日はこの辺で釣りしてるとするとか、花王の匂いがしたりね。花王ってどこですか。花王も川崎にあるから。あ、ね、あ、そうですね。メリットみたいな、ビダルサスンとかそんな雰囲気の匂いが。ビダルサスン、逆になんか千葉側でサーフとかでやってると匂いよね、なんか西風の日に。なんでこんな匂いするんだろうと思うと川崎の方から来たりね。雪が42か、なんか俺の中でまだ32ぐらいで止まってんだよね、なんか。まあ、俺も42になったつもりないですけどね全然何歳ぐらいなの自覚としては。やっぱ33、4ぐらいな感じですね、イメージは。感覚的にはそんななったつもりないんだけどなっていう。まあ若いよね。俺も49ですとか言うとえーって結構言われる方だけど、ゆうきも若い。うちの会社の社員の女の子とかもさ、22歳とかで入ってくるじゃん、はい、今35だったりする子とかも、なんか俺のイメージは25で止まっててさ、たまに年の話とかしても超びっくりするんだよ、30いくつみたいな。なんだろう、なんか年取るのが遅いよね、自分の近い人って。でも親戚の子はさ3倍速ぐらいで年取るえ、もう中学校出たのみたいなえ、もう高校生なんだみたいななんであれは早いんだあんなに親戚の子3倍速ルール。久々にベナンに会ったらあの時を感じましたけどねで、なんかこの間一瞬会った、あ、品川で会ったんだ。熊本もいたんで、熊本でも会った。ベナンは大きくなっていくよね。そうですね、大きくなる方向、達郎を超えたんじゃないかな、うん、大きくなり続けることで張りを保つみたいなパンパンって言って、パンパンにして肌の張りを保ってる、うん、そうかもしれない。いや大丈夫かな、健康、ちょっと不健康そうだから心配だよ。まあ至って健康って言ってますけどね。あ、健康診断で何も引っかかんないしって言ってたんで。いやそういう人が怖いんだよ。血サラサラだって自慢してたけど100キロ近くて
なのに肩こりがすげえとかって言ってるんで、うん、いや肩こりってそれ血行が悪いから肩こってんじゃないのみたいな。あ、そういえば忘年会来るっつ言ってたの。おお、石井さんも呼んだけど、ああそっか、無理じゃないかな、金曜日だから。ホテル開業したばっかりだからな。そうで、この間行ったんだよね、前に。そしたらもうすごい忙しそうだった。ああ。なんか想定の何倍も宴会が入ってて、はいはいはい、なんか月1回ぐらいしか入んない予想で、宴会チームがないんだって。あ、でそのレストランで対応するってなってたんだけど、蓋開けてみたらもう週2回ぐらい宴会が入るらしくて、もうパンクして大変っつって。ガレージ付きのところに1回泊まってみようかなと思って。いや、すんごいいいホテルだった俺。あ、感動したよ。なんか男が行ったら夢のようなサイクル、車とかバイク好きな人がいたら最高のホテルだね。あと10分ほど、ラストチャンス、行ってみましょう。ツネコンが出撃を嫌がってる。食われたくないよ、死にたくないよ、終了の匂いが。先端が絡んだ時に振って外すか、ちゃんと竿先をね手繰り寄せて手で外すか、すごい悩ましいんだよね。たくさいな、ぐるんぐるんに、ちょっとした FG ノットになってる。もうね、老眼ですからね、なんて言って。これは諦めます。すみません、最近ぐるり公園連れてる。行ってないですね。投げらんなくなってから行ってない。ぐるり公園投げらんなくはないんですよね。投げ釣り禁止じゃなかった。投げ釣り禁止ではないんですよ。大きく振りかぶる投げ釣りは禁止なんだけど、コンパクトに小さく振り抜く投げ釣りは OK なんですよ、うん、なるほどね。じゃあさっきから手出したアンダーでやってる限りは、なんだろう、本当に大きい投げ竿とかで振り回すのがっていう話だと思うんですけど、忍者りのロケやろっかって高橋さんに、イワシは入ってますけどね。あ、本当。じゃあまあ一通りしっかりやってたら釣れるかな。だから先端は人が多いですよね。あ、そうなんだ。相変わらず土日も多いし、平日も朝間詰めとかパラパラ人がいるかな。あの公園もさ、オープンする日があるじゃん。はいはい。そうすると前の日の夕方も柵とか全部撤去するじゃん。うん。撤去してた人にさ、これ入っても大丈夫なんですかって言ったら、あ、どうぞなんて言って、で前の日に入ったの、まあ、普通に一通りやったけど当たんなくて、鉄板バイブレーションかなって言って、鉄板バイブレーションでゆっくり引いてくるとさ、カサゴが入れ食いなの。何年、いや、そうですね、そうですね、金魚だったから、金魚というかね、人が入ってなかったから、すごいんだな、こんなカサゴいるんだみたいな。でも多分1年で全部釣られちゃうんだろうな。そうですね。いや、間違いなくラストチャンスで、これいるっすね。いるいる。あ、最後人流れしてる感じ、ちょうどね、聞いてますね、が落ちる辺が流れてるね。でも流れの中では70アップばっかりで、まさかの流れ無のとこでランカー出るってすごいな、今回の展開。流れ無のとこでしたね、本当に。本当に10分経っても景色が変わらないぐらい船が全く動かなかった。すごい。ランカー取ってないの今回 初だね、初。やばいやばい、でももうあと数分だから無理だけど。そういえば70アップ何本かで満足してた。なんだろうな、まあ、そもそも絶対釣りたいわけじゃないし ね、 なんかね、もうこのトークを楽しみながらね、もう本当に半年ぶり、4月一緒にここで釣りした以来だからね。そうそう、あとイベントとかですもんね、うん、第1弾ルアーも、無事に出しとしてはもう絶好調で、第2弾がメガバンク、いや第2弾は違うルアー、フローティングの細身のフローティングミノーで、まあ、バチシーズンにも合うように、うんうん、まあ、バチの釣りにだいぶ時間をかけてきたルアーなので、なるほど、バチにはまるようにやってきて、他のシーズンでもまあ水深の浅いポイントだったり使えるかなって、使えるですね、漂わせて使うような。最終的にはシーバスオンリールアーですか、うん、そうですね、でもシーバスのガチンコルアメーカー、はい、楽しみだな。
だそれをこう日本じゃないとこ持っていっても、うん、まあね、海外のシーバスはもちろんシーバスじゃない魚だけど、うんうん、まあ、シーバスタックルで取れるような魚だったら使っていって、うんうん、まあ、どういうふうに使えるのかなっていうのをちょっと試してみたいなっていう話、うんうん、アメリカなんかだと俺の経験上もうフィールドがすごい資源豊かなの、うん、だからそこまで頑張って釣り込んでる人がいなくて、中国製の安いワンもつけてピッて投げてみんなポロポロ、それでも釣れるから釣ってる人がいっぱいいるんで。え、それはおかっぱりの話ですか？おかっぱりで、へえ。でスネコン130持ってってさ、ジャーキングしてる人とボコボコ釣れるでおまわりさんが事情聴取に来るぐらい、なんでそんな釣ってんだみたいな、ライセンスは持ってるかっつって、もうそれぐらい釣れる、怪しまれた。やっぱ日本のその釣ろうと思う思いと感覚はだいぶレベル高いと思うんで、レベル高いな、作り込みっていうのかな。悲しいかな、その水産資源管理って点で、うん、もう世界最高深刻に近いようなさ、そうですね、ひどい状態だから、どんどん魚が減ってて遠くなって深くなっていく中で、うん、釣り具が進化するじゃん、釣り人も進化するじゃん。でそういう資源管理先進国のアメリカとか行くと最強なの日本人の釣り人、確かにほんと最強笑っちゃうぐらい釣れるもんね。でもそういう理由が分かってくるとちょっと悲しいなみたいな、それは幸せなことじゃないな。じゃああと3頭でいきましょう。あと3頭ケース、3頭なら変えようかな、変えて3頭ね。ガボッツも出たけどな、乗んなかったしな。やばい、なんか出た、ホースガエルでいきます。いいね、今日は月が満月になったら釣れなくなってきたね。いや釣りは本当難しくて、一番最初のとこにずーっとやってたらどうなるかって絶対分かんないじゃん、移動しちゃったら。思います、ね、あのままやってたらどうなったのかなって、ランカーとか出たのかなとか、ひっきりなしに群れがまだまだ入ってくるのかなとか。今までずっとやったことはないんですか？あ、もちろんあるある。で、まあ、だんだんシリスボンミニアになってくるよね。うん、でここよりは終わるのが早い、下げ7分ぐらいに終わっちゃうような。流れ残っててももう全然反応しないみたいな、うん、っていうかね、あの下流が全部浅くなって、あ、止まっちゃうんだ。止まっちゃうの、突然止まんので、なんか行き場がなくなって、そうすると急に食わなくなるよね、なんか無になるっていうか、はい、荒川サイドしか流れないですもんね、うん、だからまあ場所変えればね、またそこで食い出すとこがあるんだろうけど、本当最後の試合だったな、あのバシバシって、そんな感じしたねあれを乗せらんないんじゃない。ラスト、はい、私は終わりでございます。いい SG だ。いやお疲れ様でした。いやでも楽しかった。何本出た船で、しかも全部でかくてね。まあでランカーも1本出たし、今回も大成功じゃないでしょうか。有機のね、技術もいっぱい見れたし、なんか今までの中で一番こう技術を見せてもらったなと。魚がね多かったな。これで終わり？はい、終わりです。これで終わりです。はい、でこんな感じで、ね、いや別に全然あの投げようと思ったら投げれます。いやいやいやてかこの一投でかけそうな気がしてしょうがなくて、いやいやいや締まらないぞみたいな釣る気マックスだから、もう背中が釣る気マックスだから、ね、いやもういつでもかかっていい感じのいい感抵抗感で聞いてるんですけどね、はい、ではスイーツタイムです。はい、さあお待たせしました。浅い方に移動して、はい、じゃあコーヒーが入りました。コーヒー入りましたです。めっちゃコーヒーいい匂いします。やっとですね、お無事80アップが釣れたということで、うん、スイーツタイムになりました。お皿をお皿を買ってきました、ね、出していいか。なんて書いてあるの、ね、フレデリック・カッセルの、フレデリック・カッセル、カッセル、フランスのケーキ屋さんですね。チョコレートもね有名ですけどね。あ、そうなんだ、はい、ということは、まあ、チョコレートも有名だしケーキもすごいんだ。ケーキも美味しいですね。でこれはちょっと後でまた出しますけど、なんか代表的なイメージがあるんですけど、うんうん、ミルフィーユですね。はあ、なるほど、大好き、なるほど、大好きって書いてバニラクリームがねまたね、
あ、めちゃくちゃいい匂いがする。アヒチさんのバニラを使ったって書いてあった気がします。めっちゃ硬いね。あのパイがね、パイ生地なんだ。パイ生地がまたですね、うん、あのこうキャラメリゼされたパイ生地があのまたサクサクで美味しいんですけど。このキャラメル化したってこと？そう、キャラメルでちょっとこうコーティングされたような感じですね。中のクリームが、うん、あの柔らかすぎて、うん、パイとの差がすごいんですよ。うんうん、なのでパイを割ろうとするとすっごい潰れるんで、食べ方がめちゃめちゃ難しいです。なるほど。これ本当は家で食べるやつですね、これね、うんうん、船の上で食べちゃいけないやつ。なるほどなるほど。ただ美味しいのでぜひ。はい、じゃあ早速、はい、実食。あ、本当だ。なるほどね。そうなん、潰れちゃう。おう、え、どうやって食うのこれ。だそれが難しいので、コツとしては、うん、まず割りたい。割らずにもう上の層のパイとクリームから食べていってもらった方がいいかもしれないですね。こう縦に切るのは諦めてもらっても、あの金属製のフォークとかだったらいけると思うんですけど。じゃあいただきます、はい、あ、まあもう美味しいにはな、当然美味しい。あ、バニラが濃いな。これちょうどいいよ、この寒空のカロリー補給にね。そう、寒いとねちょっと甘めの方がいいかなと思って。フレデリック・カッセル。これピスタチオのケーキもあるんですけど、それも美味しいんですよ、また濃厚で。これね、こうカットするのが難しいんで、もう、 こう分離させて食っちゃう、今日は。すいませんね。うん、うまっ。完璧。あ、パイがうまいわ。パイ生地がサクサクで。あ、ちょっと時間が経ってもちょっとサクサクなんだ。うん、これは三越？これジャンポーレバーのすぐそばですね。あ、あのフロアの、はい、三越すごいよな。俺も天然三越には行かない人生だったんだけど、ジャンポーレバーのために行ったからね。三越は行ってください。いろいろあるんで。え、上で服買ったりもする？もうロイヤルは違うよ。こう後の動画で出てくるけど、小野さんの今の心配事は20年後の地球だからね。うん、うまいですね。やっぱケーキ、コーヒーと一緒の前にダメ。いいですね、今日もあんなにそこがいっぱい。うん、美味しいですね。あー、これはいいな。これは極楽だ。しかもこのさ、もう多分今東京都で人口密度一番低いの俺たちだよ。2キロ四方誰もいないみたいなね。でもクリームが柔らかすぎてね、出てきちゃうんで。じゃあ、かなおさんタイム。うん、いっぱいね、ついてる、ね、ついてる、はい、はい、防寒着、かなおさんです。皆さんお待ちかねの。お待ちかねでした。嬉しい。いただきます。なんてブランド？え、全然違うし、カルーセル巻きだし、それを言う。それを言うなら。ああ、無理だでしょ。分離作戦、分離作戦無理なのよ。違う違う、私写真撮りたかったのに。おお、危ない危ない。危ない危ない。せっかくのね、インスタですからね。ライズしてる、ライズしてる近くで。これどうやって食べれるんですか？ナイフ？あ、だ、それは絶対無理だから。こう横からこういって、ニュンってでしょ？うん、潰れちゃうんだ。そのクリームに刺して浮かせて、クリームとパイごと食うしかないですよ、今。そう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 。そう、そう、そこから行く。そう、完璧です。すごい、あ、すごい、美味しい。幸せですか。干潟で、干潟でカッセル、干潟でカッセルっていいね、なんかあの語呂が。わかんない。干潟でカッセル、なんかブログタイトルとかにしたくなる感じだね。干潟でカッセル。
嬉しい。嬉しい。今日はいい日ですね。宝もいっぱい釣れて、ね、バンカーも出て、ケーキも食べて。はい、じゃあ、じゃあ、OK かな。まあ、あとは食べますかって感じかな。はい、食べ終わってる。これだからとしては十分ですからね。ピスタチオのやつも結構濃厚で美味しいんですよ。うん、でもこれはクリームがすごいちゃんと甘いけど、うん、甘ったるくなくて、そうすごい絶妙。なんてケーキなのこの。ミルフィーユです。あ、ミルフィーユのこれ。はい、これがミルフィーユ。そしてまだ出てくる第2弾。これはただちょっと気になったので、うん、普通に買ってしまったんですけど、マカロンです。マカロン好き？全色揃えてきました。すごい。でもなんか有機マカロン苦手そうなのに。いや、そうでもないんですよ。そこまで水分奪われないですけど。口の水分奪われる。これは大丈夫です。口の水分奪われるとHP が一気に10分の1ぐらい減って。これはそんな奪われる。ほらクリームがね補ってくれるんで。補ってくれる。これも大丈夫、クリーム入ってるんで。なるほど。モナカはダメなんでしょ。モナカはね、同じだぜ。全然ちょっと同じだろ。じゃあモナカ あの水分の吸収感はちょっとすごいですよ。皮のね。マカロンで張り付かないんだ。マカロンとまたちょっと違う。マカロンがしっとりしてると思います。うんうん、あんこも割とこう水分が少ないじゃないですか。ね、こっちクリームなんでちょっと全然違うんですよ。なるほど。水分量をちゃんと測ってください。機械で。きなこ餅のきなこだけだったら死んじゃうけどね。死んじゃうんだ。だから釣りのいろんな企画で大野雄一とバトルしたことないんだけど、いつかそういうのが組まれて、もしバトルすることになったら、まずスタートしたら奇襲攻撃で口の中に乾燥おしるこあるじゃん。お湯を溶くとさ、おしるこになるやつ。あれをガッて入れて。そう、多分死ぬんで。モナカの日じゃないじゃん。あのフリーズドライ食品。とりあえず自販機を探しに行くと思うね。俺でも食える甘さ。甘いの苦手。何が何味か分かんないけど。カレーじゃない？カレーね。これはハンバーグ味かな。ハンバーグ味。シチュー味？はい、シチュー。これは唐辛子。紅生姜味ね。これはわさびか。じゃあどれからいきますかね。カナさんどうぞ食べたいの。私マカロン選べないんですよね。でもやっぱピンクかな。紅生姜、はい。じゃあ取っとく。ありがとうございます。うん、じゃあ私チョコレートと思われそうな。あ、意外と本当だ、水分ある。そうなんですよ。何かわかんない。人生初マカロンかもしれない。え、そう。いやもう見た目だけでうわーっていう感じ。食ったことない。甘そうみたいな。うん、甘そう。コンビニでもマカロン買います。そうそうそう。コンビニでほらローソンたまに売ってるじゃん。あれたまに買っちゃうんだよね。何味これ。チョコじゃないの。チョコ、中はチョコ。あ、これなんだろう。うん、パッションフルーツっぽい感じ。美味しい。すごい絶妙な顔して、なんとも言えない顔して。うまいような、でも複雑な、なんかフレーバーが。だから、うん、単純になんか、ああ、美味しいチョコレートって感じじゃなくて、なんかいろんな香りがする。あ、そう、こういうケーキ屋さんのやつはなおさらそうかもしれない。お花の香りもするし、いろんなこう複雑な奥行きのあるマカロンが多い。だから白金、ね、港区のマダムはこの味噌だよ。高級そうな。これとお茶でね、いろいろ。うん、バカバカ食うもんじゃないですからね。うんうん。でも美味しい。なんかね、これは全種類食べてみたくなるね。これがまたでもジャンポレバンのマカロンとちょっと違うんですよね。うーん。あるある。ジャンポレバンのがなんか種類がいっぱいあった気がするな。うん。
や俺多分年間で一番いいスイーツを干潟で食ってるわ 2年連続確かに多分今年これが最高これを今後今年も多分超えないし本当に何味実は抹茶いやピスタチオじゃないですかあピスタチオかでピンクはフランボワーズうんわさびだったわさびやったらもう死んでると思うわさび苦手だもんあそうなんだあわさびもダメなんだダメっすねだもん2番目の情報入手したあんそうほんのちょっとだったらいいんだけど寿司屋でもなるべくわさび入れないでくださいっつって、うんうんうん、あ言うほどなからしれんこんとかも話にならないですよねだ熊本でシーバスパーティーやったことあるんですよね、うん、前ねあの時にからしれんこん早食い競争みたいなのがあって俺やらされたんですあららマジ死にそうになったまずからしがダメなんで向こうのやつなんか辛いんだよねさらにそうれんこんもパサパサしてるし割と嫌いなやつがダブルで来てるから俺の中で熊本のからしれんこんは結構ないんで今度ドーナツ棒っぽい細いからしれんこんの先端だけ使ったドーナツ棒をよそったからしれんこんを作ってほらドーナツ棒だよってあげてで弱ったところを奇襲攻撃するみたいなしばらくダメだろうな鼻が効かなくなるんで、うん、嗅覚が死にますねなんかライゾンしてたねよいしょまあ食べて食べていただきますいやーでも楽しかった今日も大成功だ